あら、エステル・ヨシュア。あれ、知らねえ？珍しいですね。いつも飛び回ってるのに。先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね。ちょうど報告をしてたってわけ。あ、知らねえも終わったんだ。まあ、なんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちはバカみたいね。やんやんやん。毎日苦労して仕事がいかがものは？感謝してます。それじゃあ私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ、話してちょうだい。はい、ご苦労様でした。どうかしらしらしら、どうぞ。なかなか頑張っていると思わない？新人にしてはよね。でもここで満足しちゃダメよ。特にエステル、あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。はいはい、ちゃんと分かってますってば。エステルとヨシアもシェラザードもご苦労様でした。カシシアさん受けたならこんなに早く変わるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで、ね、少し退屈な気もするけど。街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。久しぶりにゆっくりできるわね。よーし、今夜は思いっきり飲むぞ。エステル・ヨシュア、あんたたちも付き合いなさいよね。酔っ払った知らねえの相手さ。あら、エステル、私の誘い断るつもりね。いい度胸してるじゃん。だって知らねえって酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。騒ぐし踊るし脱ごうとするし。確かに目のやり場に困るんだよね。シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。そんなに言うなら、エステルは勘弁してあげるよ。の分までヨシュアに付き合ってもらうから。え、あのシェラさん。ちょっとどうもヨシュアはしっかりしてそうで奥手だからね。酒にしてもその他にしてもお姉さんがいろいろ仕込んであげようか。いろいろ。ちょっとヨシュア、何鼻の下伸ばしてんのよ。誤解だってば。大変じゃ。あれ、市長さん。エステル君とヨシュア君、シェラザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか、そんなに慌てて。大事なんじゃ。家を強盗しているとき、また私が留守に入ったらしいのじゃ。え？市長さん、まずは落ち着きなさいよ。大きく息を吸って、ゆっくり吐いて。実は、私が留守にしているときに、家に強盗に入ったのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら、強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっと未練のおばさんたちは大丈夫、全員無事だよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。人に被害が及ばなかったのは不幸中の幸いだったわね。ここにいても拉致が開かない。市長さん、現場を見せてもらえる？よろしくお願いする。待って、私たちも行く。そうですね、何か役に立てるかもしれません。仕方ないか。アイナ、私たちは事件の調査員だわ。何か面倒だったら全然一日押し付けてやって。酒場でのんびりしてるはずだから。ええ、
わかったわ。みんな気をつけてちょうだい。うわぁ、めちゃくちゃだわ。これはまた見事なほどの荒らされっぷりね。あ、金庫が。女王陛下に送るはずだったセプチウムも盗まれてしまったよ。せっかく君たちが魔法でくれたのに申し訳はない。謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。ところで他の部屋の様子はどうですか？他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。エステステル、よしよしは頼まないということがあるんだけど。何？私が市長調査された事情聴取をさせてもらうわ。その間、あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。それって、いわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんですか？せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。わかった。できる限り頑張ってみるわ。慎重に。そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？何から話したものか。現場検証か。なんかドキドキしてきちゃった。早速この部屋から調べてみようか。それと屋敷の人たちから犯行当時の証言を聞いてみよう。うん、オッケー。ああ、せっかく届けた女王様への贈り物が。犯人ども絶対に許すまじ。こうして見てみると扉を壊したわけじゃなさそうだ。暗証番号を解析して開けたのか。それとも解析なんてできるの？不可能じゃないけど、プロの技術者じゃないと難しい。もっと簡単な方法で物を調べたとしか思えないな。簡単な方法？そうだな。例えば特殊なパウダーをボタン全体にまぶしていたんだ。そのパウダーは吸着性があって、しかも微細なため目には見えない。ただ青い光に当てると発光する。ふんふん。そのパウダーがついている状態で市長が暗証番号を入力するとしよう。するとボタン状のパウダーが指にくっついて取れてしまう。これでどのボタンが押されたのかわかるっていう寸法さ。ちょっと待って、それ順番まではわからない。いや、そうでもないんだ。指についたパウダーを入れるとボタンから取れる量は減っていく。つまり発光量の少ない順番からボタンを押していけばいいんだ。数字が重複してたら難しいけど、大体の番号は推測できるはずさ。なるほど。よしよしはひょっとして天才？こんなのは基本だよ。とにかくボタンを調べてみよう。やっぱりあのパウダーだ。さっき説明した方法で開けたのは間違いないと思う。そっか。問題は誰がそのパウダーをボタンにまぶしたかってことね。少なくともこの屋敷を訪ねたことのある人だろうけど。そうだね、それが問題だ。あれ、手すりに傷がある。本当だ。違うな、新しいね。金属製の何かを引っ掛けたような跡みたいだ。もうびっくりですよ。屋根裏の掃除をしてたらいきなり覆面の男たちが入ってくるんですもん。覆面の男たちってことは単独犯じゃないんだ。何人ぐらいの集団でしたか？そうですね、3人目だと思いましたけど。あ、そういえば一人は背が低かったんですよ。女性だったかもし…ミレイレボゾンさん、どうぞ。心配はいりませんよ。乱暴されたわけじゃありませんからね。あの、侵入者たちについて何か気づいたことはありますか？覆面をしていたから
特徴とかはわからないけど、そういえば確か玄関には鍵がかかっていたはずなのに、うちの人が教会にかけられて、女一人だから用事なのにね。あの人たち一体どこから入ってきたのかしらね。これってこんなところに葉っぱなんてちょっとおかしいかも。しかもこの辺りの木に生えているものじゃないわ。鋭いね、エステル。ここは屋敷の人たちが閉じ込められていた場所だ。閉じ込めるとき犯人たちが落としたものかもしれない。重要な証拠物件ってやつね。確か犯行当時は鍵がかかってたって言ってたよね。鍵も壊れてなさそうだし。ということは他の場所から侵入したんだろうね。市長さんから一通り事情を教えてもらったわ。あんたたちは何か収穫あった？それじゃあ一つ一つ確かめていくわよ。まず犯人たちが狙ったのは？犯人たちの規模は？どこから侵入したの？つまり今回の犯行に関係すると思われる人物像は？よく調べたじゃない。これで犯人は特定できそうだわ。市長さん、ここ 2,3 日の間で初対面の人物を書斎に通した？そうじゃな。何人かいることはいるが、雑誌社の記者諸君もそうじゃ。なんだ、あの人たちも市長さんを訪ねていたんだ。犯行当時彼らは僕たちと翡翠の塔に行っていました。容疑者からは除外できると思います。なるほどね。市長さん、それ以外には？それ以外というとジョゼット君しかおらんが。でもまさかの。さすがに犯人ってのは無理があるよね。なんといっても王立学院の生徒だし。犯罪者は割り当てやすい格好してるから限らないな。先生が無駄そうそうになるまでゆっくり詰めることができるしね。でも本当にいい人なんだってば。人当たりが良くてお嬢様っぽくてね、よしは。あいにくだけど僕の意見は逆だよ。え？あの時市長さんがセプチウムを金庫に入れた時、あの子まるで狩人のような獲物を見る目をしていたんだ。もちろん確証はなかったから問いただせなかったんだけど、少なくとも僕の目にはただの女学生には見えなかった。そんな信じられんの。どちらにせよその女の子には話してみる必要がある。そうそう、その子どこにいるか知ってる？確かホテルに泊まっているはずだけど、でも今日あたりロレンタンと立つって言ってたわ。うん、急ぐ必要がありそうね。エステル、ヨシュア、まずホテルを当たってみるわよ。わかりました。エステルさん、ヨシュアさん、おやや、シェラザードさんまでどうかなさいましたか？ジョゼットって知ってる？ここに泊まっているはずの王立学園の学生さん。もちろん存じていますが、つい先ほどチェックアウトされたばかりですよ。一足遅かったわね。発着場に行きましょう。まだ間に合うかもしれない。うん、悪い子には見えなかったんだけどな。大変申し訳ありません。間もなく到着すると思いますので今しばらくお待ちください。アランさん、私たちだってば。なんだ、エステルたちか。おや、シェラザードさんまで。一体どうしたんだい？この辺りで清々姿の女の子を見かけませんでしたか？清々姿の女の子、それってどこの子の制服？ジェニス王立学園だけど。
ああ、あそこの制服は可愛いんだよね。清楚で可憐な白のスカートと紺のハイソックスのコントラスト。ロマンだよね。男子の制服は忘れちゃったけど。理解不能なこだわりね。それが男の差がってやつよ。で、その王立学園の制服を着た子を見かけなかった？いや、ここ1ヶ月ばかりはお目にかかっていないけど、乗客の出入りはチェックしてるから、少なくとも飛行場には来てないよ。ということは、飛行船を使わずに街道沿いでロレントに来たのか。困ったことだったね。一気に捜索範囲が広がりましたね。考えてみれば、仲間がいるはずだから、そいつらが潜伏する場所があるはず。これ拾ってたの忘れてたわ。何かの手がかりにならないかな。そうか、それがあったね。シェラさん、この近くでセルベの木が生えている場所を知りませんか？セルベの木か。確かロレントの南にあるミストバルトに生えていたわね。ミストバルト、家の反対方向にある森ですね。行ってみる価値はありそうね。そうと決まれば町の南口から街道に出ましょう。盛り上がってるね。よくわからないけど頑張りなよ。先輩、危ないですってば。そんなに無理して走ったら。これは走らずにいられるかの点検だ。ちくしょう、タバコを減らすべきかな。何やってんの、お二人さんさん。ああ、お前たちか。実はこれからでもすぐ行かなきゃならねえんだ。でも、定期船はまだ来てないみたいですけど。知ってる。だから街道を通っていくんだよ。さすがに時間はかかるが、歩いていけない距離じゃねえしな。そりゃ苦労ですね。ひょっとして救ってられないの？とびっきりの苦情だぜ。こうしちゃいられねえ。なんとか今日中に着かねえと。先輩、本当に大丈夫かな。それじゃあまたね、エステルちゃん、ヨシア君。賑やかな連中だこと。あんたたちの知り合いなの？例の雑誌社の記者たちよ。父さんの代わりに塔に案内した。何か事件でもあったのかな？ここからがミストバルトね。シェラさん、何かわかりますか？間違いないわね。この少し前に複数の人間がこの辺りを通った気配があるわ。十中八九当たりかもしれない。そんなことわかんないな。逃走犯のブレースもブレースで先を投げなきゃですからね。とにかく森の中を調べるわよ。あまり大声を出さないようにね。やじゃ。了解しました。全くちょろいもんだよね。あの程度の写真でこんな極上人間に入られるのね。これであたりたち満面だよ。しかし、お嬢様にビビったぜ。いくら制服着てたからってあんな演技ができるなんてよ。さすが元貴族令嬢だね。ふんだ、昔のことはどうだっていいだろう。しかしこの格好してりゃ大抵のやつは騙せるから助かるよ。あのお人よしの市長といい、能天気な女遊撃士といい、おめでたいやつら。落ち着いて、もうちょっと話を聞いてみよう。
ちは。黙って聞いてりゃ、能天気だのおめでたいだの好き放題言ってくれちゃって覚悟はできてんでしょうね。遊撃士だと？どうしてここに。やっさらさら中の先生が言われるようだけど爪が甘かったみたいだね。遊撃士協会規約に基づき家宅侵入、器物破損、強盗の疑いであなたたちの身柄を拘束します。抵抗しない方が身のためですよ。お、おじろ、どうすんだ。ビビることはないよ。いくら遊撃士とはいえ、少々は女子供の集まりまいさ。僕たち海外の力を骨の全部にまで応援してくれるんだ。何が女子供よ。自分のことを棚にあげておいて。もう、頭きた。絶対ギャフって言わせてやる。それはこっちのセリフだね。君たち、やっちゃいな。勝手にだ。そんなバカな。参ったか。遊撃士を舐めるんじゃないわよ。さて、あれは返してもらうからね。のじゃなくて、ロレントの人たち全員のもの。まったくズーズーしいんだから。さて、決勝を振り戻したことだし、ここは払いないままにしますか。面白い名前を言ってたわね。確かカプア一家とか。ギク。さあ、何のことやら。強情じゃない。そういう子は嫌いじゃないわよ。危ないじゃないのさ。口を開くつもりがないなら体に効くしかないじゃない。大丈夫、優しくしてあげるから。近寄るな。あっち行け。知らねえ、絶対に楽しんでるよね。触らぬ神にたたらしましてね。シャサラさん、危ない。暴れたの。知らねえ、大丈夫。平気よ。それより上に注意なさい。ロレント進出はお預けだ。お前がいない時にボスで面倒なことが起きたんだ。面倒なこと。いいから早くやるな。ぐずぐずぐずそういうとこだよ。待ちなさいよコーラー。勝負はお預けだ。これで勝ったと思わないでよ。いずれ決着をつけてやるからね。あんなものまで出してくるか。一本取られちゃった。笑い事じゃないってば。うん、悔しいよ。まあいいじゃない。接戦中の取り戻せたせがしいし、それにしてしても彼らは空族だったんですね。ええ、間違いないですね。どうやらボース地方を根城にしてる連中みたいだけど、まさかロレントみたいな田舎に出張してくるとは思わなかったわ。空族だろうが山族だろうがどうだっていいわよ。あの生意気ボクっ子、今度会ったらギタギタのパーにしてやるんだから。ギタギタのパーって。大変なことがあったわね。
まさか空賊が現れるなんて。逃がしてしまったのも無理ないわ。いやいや、今回は私のミスだ。もっと用心して叱るべきだった。まだまだ先生の息には遠いわね。知らねえの責任じゃないってば。頭に血が昇ってた私のせいだと思う。僕も浮かつかしだした。いやいや、あんたたちがよくよくやわ。市長長の現場検証書完璧だけどね。アイナ、推薦してもいいんじゃない？そうね、私もそう思います。推薦？どういうことですか？その前に、まずは今回の調査の報酬を渡しておくわね。それとこれを受け取ってちょうだい。これ今のあなたたちは獣竜戦士、つまり見習えないみたいなものね。精霊竜戦士になるためには王国にあるすべての地方支部で推薦を受ける必要があるの。これはロレント支部の推薦状よ。いいの？そんなものもらっちゃって。声優劇士になるにはそれなりの実績を上げる必要があるって聞きましたけど。代理の仕事と今回の活躍、実績としては十分だと思うわ。ただし、あくまでロレント地方での実績だけどね。他の地方支部でも実績を上げて推薦をもらう必要があるってわけ。ボース、ルーアン、ザイス、そして王都グランセル。まだまだ道のりは長いわよ。でもでも、すっごく嬉しい。一生懸命やりなさいかったわ。ねえ、よしよし、こうなったら他の町も行くくらいだね。言うとどんな。せいぜいだけど、僕たちだけじゃ決められないよ。父さんが帰ったら相談してみよう。あら、あ、それって通信機よね。はい、こちら遊撃士協会リベール王国ロレント支部です。あら、ご無沙汰しております。本当ですか？大変なことになりましたね。何かあったのかな？うん、そうみたいだね。ええ、確かに先月から出張で出かけておりますが。何なんですって？失礼しました。今の中には信じられませんが。わかりました。家族には私が伝えておきます。大丈夫です。本能の順調は遊戯的しですから。はいはい。何かわかったらよろしくお願いします。アイナさん、何かあったの？珍しいこともあるもんね。あんたがそこまで驚くなんて。で、どこからの連絡だったの？ボース支部からよ。大変なことが起こったわ。定期飛行船リンデ号がボース地方で消息を絶ったの。どういうことですか？まだ私たちはわからないわ。現在王国軍が出動して大規模な捜索をしているそうよ。そのせいで他の定期船も運航を見合わせているらしいの。なるほどね。それで発着場が混雑してたのか。アイナさん、エステル、ヨシア、